なんてとこに行くんでしたっけ。焼津の、焼津のフィッシューナ。フィッシューナ釣りするの、うん、何釣るの。目標はカサゴ。カサゴ釣る。カサゴ美味しいやね。カレー、カレー。ヒラメだったらいると思うよ。あ、そうそうそう、ヒラメか。ヒラメだよ、ヒラメ。え、これキャンピングカーいつ買ったんですか。ユラルカは妊娠できた時に、はい、買った、注文した。おお、そうで、生まれると同時にほぼ同じタイミングで納車されて、はいはいはい。でもそれだと出かけられないじゃん、あの生まれたばっかりで。あ、そうですね。だから翔陽と聖也と3人でちょこちょこ近くを回り始めて。なるほど。あのね、例えば旅館みたいなホテルとか行こうと思うと、はい、部屋取らされちゃったりするから。ああ、それじゃキャンピングカーがないと旅もできないねっていう。確かに確かに。話から買うことになったね。そうですね。やつだね。早くしや、死んじゃうぞ。分かったから。はい、残んじゃ、はい、残んじゃ。かわいそう。はい、濡れた。濡れた。せや、それ、せや。すごいね。あ、こっち開かなかった。これは魚が1個食べて、こうプル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 してると、他の餌が震えるから、それにまた食いついてくるから、まあ、しばらく待った方がいいよって言われて。まだ開けない。まだ開けない。うん、ヒラメがくっつくから。可能性は流れだ。でもいるか。え、ヒラメがね、釣れる。下でね、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 このかかってるのをパグって食べて釣れるの。あ、そう。釣れてる魚をさらにヒラメが食べるらしいです。なるほど。その作戦なんだ。その作戦。回転釣り具屋さん似た親父。お、フグや。フグや。え、フグか。すっげえ飛んでる。もう怖い。どっちだ。ブニ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 。ちょっと左。おはようございます。今日はなんだか釣りに来ていますけど、はい、ここはどこですか。ここはフィッシューナ焼津です。静岡ですね。静岡です。はい、またなんで釣りを急に。子供たちが急に釣りに興味を持ち始めて、はい、で YouTube で勉強したり、あと本を図書館、小学校の図書館から借りてきたりして、パパ連れてって連れてってって言うんで連れてくることになったんですけど、はい、まあ、ただ連れてくるんだとありがたみもないし、それなりにあの道具類いろいろすごくお金かかるんで、なんかね、すんなり買い与えるのもなんだなと思って、じゃあパパにちゃんとどうやって釣りってやるのかとか、道具類何が必要なのか、あとどうやってあの調理するのかまであの頑張って勉強してましたけど、はい、魚の保存の仕方、クーラーボックスに入れる、水は入れない、水は入れる、バケツ、餌を入れる、バケツ、タッチルボックス、魚の本。まあそんな工程を経て今日やってきました。かなりもう日の出よりも早く、まあそうですね、はい、
始めて結構釣れてます。そうですよね。なんとびっくりしたことに本当にびっくり、まあかなり楽しめてます。はい、釣れたよ、ほら。お、え、本当じゃん。すごい。おはぎかな。勉強した甲斐ありました、はい、勉強した甲斐ありましたね、はい、今日の夕ご飯は魚だね。今日は釣り具屋さんに下見に来ました。モチベーション上げるため何見に来ましたか。サビキ釣り。お、サビキ釣り、はい、釣り、釣りの道具の種類。うお、いいね。釣りの材料。お、いいね。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。いっぱい勉強してある。うお、お、購入物リスト、買い物リスト、いいね。目標達成。あ、いいね。はい、置いといて。置いといて。見せてよ。サゴ釣った。サゴ釣った？どこ行った？本当だ。サゴじゃん。やったね。流した。いや、もう。どう？どう？重い。これは来てるね。ほら。パパ、パパ。すごいね。あ、もうちょい。やったー、釣れたー。せいや2個目じゃん。せいや2個も食べる。せいやめっちゃ釣れるね。いや、みんなで食べるの。よいしょ、来た。せいや、はい、絡まないように気をつけて。ほら、せいや、ちょっと。うまそうだね、今日も。今日簡単なんで。うまそう。大事な。ありがとう。あとばかり一つのパンがない。はいよ。ありがとう。落とすなよ。はい。お疲れ様でした。どうでした、釣りやってみて。めっちゃ楽しかったです。釣れた？はい、釣れました。釣れたよ。めっきりの釣れた。深いのは何でしたか、魚の種類。わかんないです。メジナです。メジナ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 。さばきます。キルピーが。醤油が。ダーすげえ。鱗取るのせいやがいた。はい、ということで、はい、とりあえず釣りは終わりですけどね。はい、そうですね。楽しかったですね。楽しかったですね。楽しかったです。というか、忙しかったです。忙しかった。はい。バタバタしてました。あとホットサンドも美味しかった。美味しかった。ありがとうございました。次は仕事の動画いきます。はい、日曜日でやだ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。